今回紹介するのは、ロッタン・ジットム・アンノン、タイ出身の23歳。身長が168センチ、体重は58から61キロで戦っています。ニックネームは、破壊神、または、アイアンマン等があり、特に本人は、アイアンマンを気に入ってるみたいで、入場の際に、アイアンマンのマスクをつけたりしていますが、戦っている時は、そんなユニークなキャラじゃないというか、破壊神の方が僕は合ってる気がします。 日本ではあの神道那須川天心を最も追い込んだ男として記憶にも新しいと思います。この試合は日本のファンの間でもロッタンが勝っていたという人も多く、天心のライバルとして一躍注目を浴びるきっかけとなりました。そんなロッタンは7歳の時にムエタイをはじめ10歳でプロデビューしています。日本の感覚からすると早すぎません。10歳ですからね。ですが、タイのムエタイの世界では10代の子供たちが家族を養うお金を稼ぐために少年の時から プロとして戦っているんです。10歳の子が家族のために戦ってお金稼いでるんですよ。タイ人がハングリーで強い理由は、こういった環境も大きく影響していると思います。戦績は313戦、262勝、41敗、10引き分け。とにかく戦績がエグすぎませんまだ23歳ですからね。紹介している USC ファイターと比較してもらったら、どんだけすごいキャリアかわかりますよね。300戦近くキャリアが違います。しかも、おそらく本当はもっと多いはずらしいので、 驚きですね。この試合数の多さも、対人の強さの理由の二つ目の秘訣です。獲得タイトルは、オムノイースタジアムスーパーフェザーキー王座、ワン、ムエタイフライキー王座を獲得しています。そんな彼のファイトスタイルは、ムエタイの選手なので、前蹴りやローキック、ミドルキックを使いますが、なんといっても特徴は、近距離での右ストレート、左ク、左ボディでた、 このハードパンチを得意としています。打ち合いになっても信じられへんくらい打たれ強いんです。僕もここまで打たれ強い選手は見たことないです。打たれ強いので有名な選手で言ったら、K1、プライド、UFC で活躍したマークハントの無エタイバーみたいな感じの選手と言ったら分かりやすいですかね。どれくらい打たれ強いかと言ったら、日本が誇る振動那須川天心の強打が入っても、キクそぶりを一切見せないところが、さらにどんどん前に出て、天心選手を追い回していました。この天心戦は、 ヒット数ではね、天心選手が上回っていたので、ロッタンが判定で負けてしまいましたが、ロッタンにはダメージを受けている印象は一切なく、むしろ天心選手がビビってしまっているように見えたので、衝撃の試合でした。この試合後、天心選手は、初めて怖いと思った。試合で勝って勝負に負けた。と語っているくらいです。そんなロッタンは、主戦場1に移し、世界王座を獲得。天心選手のライバルとして、ますます活躍していたのですが、 そんなロッタも今年の2月に行われたムエタイの試合では負けてしまいました。キックボクシングや K1 とルールは少し違いますが、世界には本当に強い奴がゴロゴロいるということですね。YouTube 上にはそんな世界中の強い奴の動画がたくさんアップされているので、ぜひ見てみてください。今回はこれで終わりです。チャンネル登録、いいね評価、そしてたくさんのコメントよろしくお願いします。最後までありがとうございました。